デモクラシータイムズをご覧の皆様、こんばんは。目黒敦子です。この1週間皆さんはどのように過ごされてきましたか？朝晩は寒いんですけど、昼間はとってもなんか暖かくて、着るものをどうしていいかわからない、そんな方も多かったと思います。さて、この1週間も日刊現代で振り返っていきたいと思います。今週の担当は社会情報部長の加藤光栄さんとスポーツ編集部の阿川大さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、最初に取り上げるのは、外国人労働者受け入れということで、そうですね、国会でも揉めてますね、はい、移民法だということでね、はい、受け入れられない、そういう時代だということは分かるんですけれども、はい、今後5年間で35万人ほどを、技能実習生として受けるよと、はい、ただ一つ疑問なのは、技能実習とは言ってもやってるのは単純労働でね、例えば大手コンビニでもベトナム人の店員さん、あれはコンビニ独自の奨学金制度で呼んでるんですけれどもですね、地方に行ってもですね、本当に農家だとか、いわゆるその国に持っていって、で技能を活かせるかというふうになるとね、技能実習ってなると、例えば楽天に働いてね、その IT を覚えて国で活躍してもらうとか、そういうイメージがあるんですけども、やってることは単純労働だということでですね、現代版の奴隷制で、ちょっと言葉はね、乱暴ですけれども、と言われてるんですけれども、奴隷制にはやっぱり貴族がいるんですね、誰だということでですね、うちは書いてるんですけれども、一つがですね、役人の天下り団体が、これはね、もう露骨なんですよね、国際研修協力機構というところなんですけれどもですね、こういうの作るんですね、機構というふうに、作るんですけれども、この団体は、いわゆるその法務外務労働の、省庁から、天下りを受け理事を受け入れてるんですけれどもですね、どこから金も引っ張ってくるんだということになるとですね、労働者受け入れた会社からですね、7万5千円を取るんですよ。いわゆるそのなんというか、斡旋料でしょうね、マージンということでですね、でさらにですね、いわゆるその団体からも、いわゆるその組合費みたいな感じでですね、一口10万円、それとは別にまた10万から30万を取るということで、年間にすればですね、17億円ちょい稼いでるっていうところなんですね。だからってここの理事がね、あなたのところはこれでこれでなんて指導してるわけではないんですよね、いわゆる許可を与える機構というだけの話で17億を引っ張ってきて、多分その理事ですからですね、1300万、理事長になれば1500万、これはもう本当にいわゆるその天下りのっていうのは、事務次官の年収ベースに合わせますんで、それと同等のレベルになりますんでですね、もらってるということになるわけですね。うまいこと考えてるもんだなというふうなのもあるんですけれどもですね、どうなんですかね、わかりやすいですよね、この天下りは。本当ですね。でそれでまたこうやって受け入れがこう増加することによって、またこう当然そうですね、一口7万5千なわけですからですね、どんどん入ってくるっていうことになるわけですね。何の仕事をしてるんですかっていうことですよね、こういうところは仕事はしてないんですよ。やるとしても、いわゆるその末端の職員さんがやるんでですね、そういうことですもんね。要は管理してますよというか、でそういうことですよね。そう、このところがね、例えばその、例えばベトナムの方もですね、会見開いてですね、非常にこう、賃金も最低賃金を下回るというか、劣悪なんだということを訴えて会見で、そこをですね、辞めさせるとかですね、例えば指導するっていう機関であればね、これをね、17億もらおうが30億もらおうが別にいいんですよ。だけれども、今労働のやってる人たちっていうのは本当にね、例えばもう6畳の一間にね、4人で住んでみたり、給料だって最低賃金を下回るという状況があって、しかもですね、やってることっていうのは、なんというか、その例えば田植えだったらいいんですよ、稲を作るだとか、なんかリンゴをやるんであればいいんですけれども、やってるのは運ぶとかね、穴掘るとか、そういう、リンゴを運ぶとか、それはね、国に帰ってもね、技能にはならないんですよね。で安い賃金を、で受け入れる、それはもう完全に企業からの要請があって、安倍さんもジレンマがあって、
って移民は受け入れたくないんだけれども、企業からもやいのやいの言われるから、安い労働者ということで、はい、まあ、主に東南アジアの人を呼ぼうということになってるわけですね。まあ、その安い労働者という考え方がまず企業側もダメですよねっていう感じがしちゃうんですけど、うん、そうね、ということで、でやっぱりそう、あのちゃんとした賃金がもらえて本当にやりたいことが決まっている人だったら、それなりに優秀な方が集まってくると思うんですよね。うん、そうなんですよ、ね、はい、一つの、まあ、イギリスではね、はい、最低賃金を上げて、はい、経済を活性化させたという例もあってですね、はい、うん、安い賃金をやれば結局はね、商品安くなるわけですから、はい、国内需要としてはですね、また下がるんですよね。はい、高く売れば、まあ、高いものっていうのは、はい、まあ、もちろん給料が高ければみんな買う、はいはい、で相乗効果で、まあ、いわゆるインフレというかですね、うん、物価も上昇していくということになるはずなのに、はい、そこまで考えてない、いわゆるその目先の、これもね、企業、はい、四半期ごとにね、決算云々で、はい、まあ、株主から叩かれますんでですね、はい、結果欲しいというのは分かるけれどもね、はい、そう、安いばっかりでは、そうですよ ね、ね、こう年間7000人とかの失踪者もいるとかいう話があるじゃない、そうなると、でそういうのをちゃんと管理してくれるんであればいくらでも払いますよってことですよね。そうなんですよね、はい、ただあの失踪する人たちだってですね、うん、やって、まあ、絶対悪い人ではないんですよね、うん、あっちで試験を受けてこっち来るんでね、はい、あの例えば看護師さんだとかなんての真面目で優秀だし、はい、日本語も できるし、漢字まで書けるなんていう人もいるしね、はい、うん、であの人たちが悪い、まあ、っていうよりもね、制度が悪いとね、うん、悪くなってしまうんですよ、はい、あの例えばもう派遣労働者の人を差別するんじゃないですけれども、やっぱり現場ではですね、揉め事が多いらしいんですよ、はい、それはね、正社員になれないわけだから、うん、それはまあ愛社精神だとか何ともないわけですからね、はい、うん、はい、それを例えば5年区切りでじゃあ返しますよなんて言われたって、はい、真面目にその企業のために、あるいはその、うん、例えば秋田の農業のために頑張るかなんて言ったらやらないですよ、はいはい、そうですよね、うん、なんかこうなんか後からっていう感じになってきてる感じがあって、うん、そうですね、一番最初にちゃんとしたこう、うん、骨格を作っておけば、うん、そうなんですよね、そういうこうなんか問題点も、うん、まあ、あったとしてもそんなに多くはなかったんじゃないかなという気もしますし、うん、こればっかり、ただね、移民はなかなか日本アレルギーあるもんですから、はいはい、私なんかもうどんどん根血して、はい、そうすれば世界平和になるんじゃないかと思ったりもするんですけどね、うちの僕が住んでるところも結構増えましたよ、まあ、こういう研修生かどうか、まあ、はい、そうなんでしょうけど、うん、もう駅前のスーパーとか行っていくと、スーパーの街は広場になってて、マサージとかしてるんですけど、はい、日本語聞こえてこない時ありますもん。本当ですか。どこの国の言葉だと英語でも知らない、そういう子供たちがなんか集まってワイワイ言って、はい、じゃあ自転車でどっか行こうぜみたいな話してるんですけど、はいはい、さて何語なんだろう、彼らは何の喋ってんだろうっていうぐらい、そうですよね、英語じゃないのが増えましたよね。増えました、はい、不安なんですよ、うん、すごい、はい、なんとなく、いや、彼らが何かするってわけじゃないんですけど、なんかちょっとうーんっていう気分になっちゃうんですよ、こっちも。まあ、分からないというか不安になるという部分もあるかもしれないですけどもね。そう、東京の田舎の方ですかね、はい、住んでるんで余計だから。ああ、そうなんですか。そんな気持ちになって、まあね、日本はもともと移民少ない国ですからね、まあ、そうですね、余計ですけどね、まあまあ、こちらも、もうやっぱり慣れていくしかないという部分もあるかもしれませんけど、まずは制度をしっかりとという、うん、そうですね、ところもありますよね。少なくともこう今国会で決めることではない、はい、ということですね。はい、さあ、そして続いての話題は阿川さんですから、こちらですね、稀勢の里が、まあ、休場が決まってしまいました。そうですね、はい、もう初日から4連敗、はい、まあ、とてもとて もう横綱の成績ではないと、うん、内容も悪いと、はい、4日目はまだ良かったんですけど、うん、もう3日目まではもう左を差すことだけこだわって、はい、全く左を差させてもらえずに、うん、まあ、そのまんま何もできずに、はい、むしろ相手にあしらわれてるような相撲で負けてると、うんうん、まあ、そうですよね、なんか負けるのはいいんだけど、その負け方がねっていうようなことを ねおっしゃる方も多いですもんね。うちもね、あの日本人横綱はもういらないと、もう即成栽培、はい、即成横綱はもうやめろと、うん、ふうに書いてるんですよね、はい、まあ、実際稀勢の里昇進した時も2場所連続優勝ではないんですね、はい、まあ、優勝の前の場所が12勝3敗で優勝、うん、ただその優勝したのが、1月、うん、去年の1月場所、はい、初場所、はい、16年は一応年間最多勝を取ってるんですね。
つまり年間最多勝ということは安定した成績を残していると、はいはい、そこで最後優勝したと、あ、じゃあこれはもう昇進していいっていう、うん、まあ、それはある意味その見方も一つではあるんですよね。そういう判断基準がまあなるほどなと、そのちょっと前まで9勝とか8勝やってた大関が急に2場所連続ボボって勝って横綱になったらどうなのかっていう声もありますから、まあ安定した成績っていうのはまあ確かにそうなんですけど、やっぱりそこは優勝できなかったっていうのも稀勢のもろさの一つなんですよね。で、まあ実際まあこうそのまあうちの評論家の長澤清さんという方などもまあそのすごい不安視したんですね、稀勢の里の横綱になることを。じゃ本当にね、こ例えばその去年の1月場所前の場所12勝3敗なんで、本来だったらその初場所は横綱昇進場所じゃなかったんですね、昇進かかってなかったんですよ、そこで優勝したと、で本当は昇進場所っていうのはその10月がすごいあるんですよ、前の場所大関で優勝した、じゃあ次横綱で、次優勝すれば横綱になれると、そのプレッシャー全部打ち勝って跳ね抜けて、やっぱりやつはふさわしいと、ですけど稀勢はそれがなかったんです、ないとこで優勝してじゃあ横綱だと、で果たしてその10月を跳ねのけられるのかと、そういう心配の声もあったんですね、まあ実際先場所もなかなか10勝しましたけど内容も、悪かったですし、まあちょっとこうなるともう無理やり日本人横綱、まあ、もちろんちゃんとした成績残せればいいんですけど、ちょっとなんか無理やりの感もあったんじゃないかと、まあ、吐かせるぐらいだったらもうね、普通に、今度やめて普通の数字だけで見てやろうぜと、ふうになってもおかしくないんですね。ただ昇進時はやっぱり強かったと思うんですよ、あの時はね。あの時は強かったですね。あの怪我したじゃないですか。そうですね、左肩でしたっけ、左胸と左腕、まあ左上半身じゃないですね、はい、でその影響というのはもう、もうほぼないと思いますけど、多分おそらく再発を恐れてるっていうのもあるんですよ、で今ちょっとどっかで怖いっていうかそういう感じが入っちゃうんですかね。稀勢がその左押っつけは武器だったんですね、稀勢の里は、あれを出してないんですよ、怪我して、ほとんど、まあ、左押っつけ、まあ左だからまあこれ肘を脇に押っつけて、で相手の肘を絞り上げると、そこで最初彼の強かった時は最初立ち合いで左をつけて相手圧力を与えると、まあ、これ攻防一体なんで小さいこともないと、でねじり上げたところで左を刺すと、でも今場所を見てると立ち合いからいきなり左刺そうとしてるんですよ、圧力も何にもかけないで左刺そうとしたら、それは相手だって稀勢はもう左取ると強いっていうのは、左取られると強いって分かってますから、みんな右を固めるんですよ、むしろ右におっつけしてくるんですよ相手が、それをなのに稀勢の里は愚直にもう上からもう、まあ、タップありますからね、上からもうここにねじ込もうとすると、余計伸びちゃうんですね体が、腰とか立ったんですね、で何もできないで負けだと、まあ、4日目はね突進したんですけれども、4日目は頭からいったんで、やっぱあの圧力をかけてるんですよちゃんと、頭からガンって当たって、圧力自体は衰えてないんですよ彼は、ただ負けたんでね、そうなんですね最後、まああれはちょっと不運な負けだ、まあ爪が甘かったって言えばまああれですけど、まあ一応左刺したことはまあ収穫は収穫、ちょっとまあ運が味方しなかったっていうところもあるんですけど、だから余計次の初場所、来年1月ね、なんかもう一回チャンスをくださいって、あれを言われちゃうとなんか、なんとかもう一回チャンスないかなって思ったりするんですけど、初日負けたりしたら引退ってことでしょう。そうで、うちもちょっとじゃあ本当に稀勢の里も引退するしかないのかと、来場所もう通用しないのかと、起死回生の一手って書いてあるんですね、まあ、これ2つありまして、まあ、1つは手でも何でもないんですけど、最初、まあ、大前提として白鵬鶴竜が、休場しないこと、今場所は稀勢の里は初めて一人横綱で完全にプレッシャー負けたんですよ、プレッシャーもうそうですね、まあ、前回で受賞して今回は、ね、白鵬も鶴竜もいないんだったら、じゃあ、ね、優勝した当たり前なんでね、なんかまあまあまあそう見ちゃいますからね、まあ、性格真面目ですから一人横綱として務め果たさなきゃいけないとなっちゃうんですね、その如実だったのがその場所前の稽古、稽古何日か前まではすごい調子よくて口も滑らかで、目標は優勝ですと豪語して、結構珍しいんですね稀勢が、そういう強気なこと言うのは、慎重な性格ですから、それが白鵬鶴竜が休場になった途端に、報道陣に口閉ざして稽古非公開にしたり、明らかにもプレッシャーにもう負けてるなと、プレッシャーにやられてるなっていう風になったんですね、で実際その場所前の稽古では左をつけを見せたんですよ、
それも本場所ではしなくなったと、はい、やっぱりその一人横綱のプレッシャーで、うん、もう勝たなきゃって気がせいったのか、はい、どうしてもワンクッションを置いて控えさせばいいものをいきなりもうこうやっちゃったんじゃないかと、まあ、だからその来場所白鵬とか鶴竜が出てれば一人横綱じゃなくなりますから、はい、プレッシャーも分散されますからね、大前提、はい、あとは今言ってた左をつけの復活ですね、はい、おそらく規制はそのまだ左をつけってこういう技ですからどうしても胸筋特に使うんですね、はい、負担かですね、これ、はい、おそらく再発を恐れてたんじゃないかっていうのもあると思うんですよ、はい、でも稽古ではやってましたから、はい、なんとか本場所でもそれをもう、うん、もう怪我しようが何しようがそうです、ね、もう来場所が正念場なんですから、はい、こんなこと言ってる場合じゃないと、うん、もう燃え尽きてもいいぐらいの覚悟で、はい、もう来場所やってくれれば復活はあるんじゃないかなという、はい、話ですね、はい、私あの亡くなった和島さんにお話を伺った時にですね、はいはい、和島さんは、まあ、大物左って言われて左が強かった、はい、じゃあ、はい、って言ったらもう本人はね両どっちも使えるんだって言うんですけれども、はい、右手のここを見たらこう傷縫った跡あるんですよね、はい、それはあの若鷹のお父さんの鷹の花との対戦で、はい、割れ、まあ、避けてしまったんですよ、バッサリで、ね、そこが治ってもやっぱり気になるらしいんですよね、はい、それで左に頼る相撲になったって、はい、非常にねもう満身創痍というかギリギリの、はい、まあ、格闘技でしょうからですね、はい、ちょっと気になるとやっぱり、うん、そうですね、規制も多分治ってるのかもしれないですけれどもどっかでかばうんでしょうね、よくまあメンタルトレーニングの先生などは言いますけど、うん、無意識に脳がリミッターかけちゃって、はい、っていうのはあるらしいですね、はい、そういうのは、うん、再発を恐れて、はい、まあ、でもそれでもねその黄金の左手って言われたぐらいまで、そうそうそう、要はじゃあ左の逆に武器にして、ね、うん、そこまで要は、ね、練習してってことですよね、そこまでやらないとダメってことですよね、逆にね、まあ、規制はねもうちょっと本当は右も使えてよかったんですけどね、まあ、右で怪我もなんもないですからね、はい、ただ使わないだけで、これから、ね、このいやもう付き合い際なんでもう無理、ね、もう今だったら右やっても無理なんで応援したいんですけどね、初日も張り差しとか慣れないことやって大失敗しましたから、ね、ああそういう感じ、まあ、だから一応なんか試行錯誤してるんでしょうけど、もう、まあね、それがやっぱり横綱強さにはならないということなんでしょうね、覚悟は上手いんですよ張り差しが、腰落としたまま張って取るんです、はい、白鵬の場合張ると伸びちゃうんで、はい、もう付け焼き場、そうなんですね、白鵬じゃない、稀勢の里の場合は、はい、付け焼き場なんですよ、うん、だったらもう左にも全てかけて来場所も、はい、もう、もう怪我してもいいぐらい覚悟でしょうがないっていうぐらいの覚悟でやる、うん、やまあでもそういうこう何ですか、もうね、かけた戦いっていうのはやっぱり見てる方もね熱くしますからね、胸打ちますからね、はい、そういうぜひぜひあの本当に、ね、頑張ってほしいなと思います、はい、さあそして3つ目の話題なんですが、 JAL のパイロット飲酒事情ということで、あのヒースロー空港でね、はい、あのまあ、逮捕されてということで、そうですね、ちょっと前にあってですね、はい、まあ、ツッコミところ満載のこう、はい、うところなんですけれどもですね、はい、まあ、なぜこれまでね、はい、飲酒見つかってなかった、まあ、今回実際はね、十何件ありましたというのをやったんですけれども、はい、なんでヒースロー空港、あの1年ちょい前にですね、いわゆるその飲酒の検知器の新型を導入したんだと、はい、ただ、まあ、海外の場合は旧型そのまま使ってた、うん、だからあの飲んでるのが数値として出なかったんだ、はい、旧型ね、はい、じゃあその旧型って今までずっと使ってたわけで ね、じゃあその旧型は信用できたのかっていうツッコミどころの、はい、まあ JAL 側の説明なんですけれども、はい、でねこれやると、まあ、いわゆるその12件、はい、国内10便10件で国際便2件の合計12件実際はありましたっていう、はい、まあ後出しというかですね、実際はこうこんなにみんな飲んでるのかなというようなね、なんかこう飛行機ってどんなに乗り慣れていても、うん、もしかして墜落したらどうしようっていう一抹の不安を抱えながら毎回乗るじゃないですか、うん、それを
こういう状態だとちょっと怖いなと思いますよね。こう、そう、これはね、不安を増やしてんじゃねえよっていう感じなんですけど、一応社内規定12時間前に飲んじゃいけないだとか、はい、いろいろあるんですよね、あるんだけれども飲んでしまうっていう事情じゃあっていうんでですね、はい、まあ、パイロットさんにちょっと元 JAL のパイロットさんに聞いてみたらですね、はい、やっぱりまあこうある、普通は飲まないんだけれども、はい、まあ、例えばまあロンドンに行った場合に CA さんをねぎらうなんていうことも、まあ、おそらく食事会もその時にまあ飲んなんていうこともあるわけでですね、普通はそので帰りの便っていうのは時間を置くんですけれども、まあスケジュールがタイトになってきてる、それはまあなかなかね今 LCC との競争なんかもあるんでしょうしですね、夜着いてすぐ朝の便なんていうのもあるらしいんですね。その場合にはやっぱこう飲ん、まあ、残ってしまうんだ。本当はねそういう場合はあの6時発だから飲まないよって言えばいいだけの話なんですけれども、ぜひそうしてくださいって感じですけどね。そうなんですよ ね、はい、でもちろんその隣には副操縦士がいてね、機長が臭かったらまあ分かりますよね、息臭いとかになるわけですから、はい、もうやっぱ上司なもんですからそれは言えないですよね、強く ね、そうですよね。でやったら飛行機止まるわけですからね、はい、まあ、替えのパイロットがいなければ、はい、ということなんでですね、そういう事情があるんだ、はい、ということ を今回こうちょっと記事にした、はい、ということですね。でもね、例えばあの操縦、要は、ね、メインのパイロットから酒臭い匂いがして一緒に乗る副操縦士はそれに気づいていても、うん、すっごい怖いと思いながらやるのかなとか思って、うん、ね、その辺がなんかすごく今ね飛んでしまうとね、もう全部、はい、うん、機械で飛ぶんでね、当然その、はい、10時間のフライトだったら、はい、まあ5時間もすれば冷めるわけですよね、はいはい、下手すら仮眠もしてもいいんですよね、はい、どっちかが起きてればという、うん、だからどうせ見えないし、昔はね、あの例えばその昔ってこれはダメだかもしれないけど、はい、子供がに見せたりもしたんですよ、中に入れたら。今入れちゃダメなんですよ、あの 9.11 があって以降はもうがっちり固めて、はい、絶対入れないんですよね、はい、入れないっていうことは、okay. 自分たち密室だから、ああ何やってもいいっていうこと、プライベートな空間が保てるということですよね、寝ようが何だろうが分かんないわけですからね、うん、はい、そういうのもあるのかなという感じはあるんですけどね、うん、あ、玉直さんね、怖いですよね、何か、ね、何かあったら結局その、まあ、飛んじゃえば自動操縦でも、うん、何かあった時のためにいるわけですから、ちょっとそこは勘弁してくれと、はい、しかも事故落ちたらまあ間違いなく助からないですから、はい、飛行機事故なんてね、まあ、基本的にはだいたい離陸か着陸のどちらかじゃないですか、うん、事故るなんて、そうだから、うん、ね、特に離陸の時とか飲んでたらね、完全残ってるでしょっていう状態で多分あれだ離陸すると思うので、うん、いやでもこのヒースロー空港で逮捕された人もなんか、はい、あんま詳細覚えてないですけどすごい飲んでたんですよね、ワイン、そうだ、8倍、基準値の8倍と言われてましたからね、ワイン2本、ビール何缶、シャンパン1本とか、うん、だって他の人が酒臭いって気づくぐらいって相当だと思うんですよ、うん、ですよね、そうね、はい、しかもあの時は逮捕されたんですよね、逮捕されるぐらいですからねこれで仕事行こうと思いますよね、そうですね、で、まあ、二日酔いとかで、あ、まあ、ありますけどね、仕事だなっていう時ね、うん、ありますけど、でもあの本当に交通系の方々はぜひそういうのはやめてほしいですよね、やっぱストレスもあるんですかね、飲んじゃうっていうことは、まあ、酒、ただの酒好きだったかもしれないですけど、まあだから私なんかは選ばない職業ということですねはい、はい、では、最後の話題ですけれども、金曜日、17日土曜日の日付の現代ですね、富士に激怒ということで、木梨関根富士に激怒という見出しがありますが、はい、はい、細かすぎて伝わらないモノマネ選手権、はい、まあ、これ結構有名になりましたよね、うん、カルト的な人気を誇って、はい、まあ、これトンネルズの皆さんのおかげでしたの、はい、まあ、コーナーの人気コーナーで、まあ、結構僕も何回か見たことありますけど、本当細かすぎて元知らないと全くわからないっていう、そう、私もなんか、うん、そういう感じでなんか、うん、あんまり見なかったかもしれないって感じですけど、元知ってるとすごいハマるのあるんですよ、うん、すげ本当そっくりだったんですけど本当元知らないと、うん、そうなのみたいな、まあ、多分そういう、まあ、そこもまたね面白い部分ではあったんでしょうね、ディープな部分が逆に受けたっていうのもあるんですけど、はいはい、さてこの細かすぎて伝わらないモノマネ選手権、はい、これ特番としてまあ放送されたの、放送された発表したのが今週14日、はい、ただ問題はその、この
正式名称ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ、うん、これ特番の番組ですね、はい、ここに出てるメンバーに木梨憲武と関根勤がいないと、はいはい、これもともとトンネルズの番組のうちの企画のコーナーの一つ で,、ねはいはい、でも石橋はいるけどなぜ木梨はいない、うん、そしてやっぱりモノマネといえば、はい、まあ、関根勤、はい、実はこのコーナーにもね出て盛り上げた人ですから、はいはい、これなぜかいないと、なこれは何でだろうと、うん、何でだろうって言って、まあ、うちが取材したところ、やっぱ最初にこれおかしいっていうのは木梨の方なんですね、はい、でもともとこれ、まあ、何度も言いますようにトンネルズの番組の1コーナーに過ぎなかったと、はいはい、でしかももうその番組は終了してると、うん、でなんでそれだけね切り取って復活させんだと、はい、それはちょっとなんかおかしくないかと、まあ、いいとこ取りみたいな感じですからね、番組打ち切りだったじゃないかと、はいはい、まあ、だったらね打ち切るなっていうのも多分言いたかったんでしょうけど、うんうん、あとちょっとそれはまあ確かに番組作る側としてもまあしょうがないとはいえ、はい、ちょっとな本当いいとこ取り、うん、まあ、虫がいいみたいな風に映ったんじゃないですかね、はい、でそこでやっぱり富士の方に、うん、そうやってまあ異論を唱えたらしいんですね、はい、おかしいでしょって、それはおかしいでしょって、うん、やっぱりその関根勤の方もやっぱそれは同じことを思ってらしくて、うん、木梨に同調したと、はい、でやっぱ出演オファーはあったらしいですけど、もう2人ともノーって断ったと、うん、だからこの2人は、はい、今回の特番にはまあ出ないと、はい、まあ、石橋は出るんですから、なんかね、ちょっとそれもそれでなんかちょっとおかしな、一応核となる2人ですもん ね、うん、だから、うん、ね、この方がいないと、うん、もって思う方も当然多かったと思いますよね。僕もね、あんまりテレビ番組そんな詳しいってわけじゃないですけど、うん、バラエティ番組の一企画をボーンと、はい、はい、特番みたいな大きくやることとかってあんまあるんですか、うん、ね、まあでも派生したやつっていうのはあるんでしょうけれども、うん、今回の場合やっぱりその一回こう、まあ、いわゆる打ち切りになったっていうんでね、うん、木梨さんにとってはもうそこで、はい、区切りがついてたんでしょうね。そうですよね、うん、で関根さんはその木梨君が言うんだったらみたいな感じで、はいはい、まあ、出たないっていうふうにうちの調べでは書いてますんでですね、はい、それもまあ一つそうなんだろうなと思うんですけれども、はい、うん、まあ、打ち切りですからね、いかんせん打ち切りのコーナーですからね、うん、そうですよね、まあ、でもちょっとやっぱりそのあのフジテレビだけではないですけども、その番組に対するこうなんか迷走というかね、そういうのがすごく増えてきたなという感じはちょっとしますよね。まああの一滴もそうですし、選手もね話題に挙げましたけど、うそうですね、またねフジの方もこのキャスティングに関しては、いや詳細についてはお答えできないと、うんうん、だ当番組あくまでコーナーのファンの皆さんの熱い要望に応えた特別番組でありって、はい、つまりコーナーのファンということはこの皆さんのおかげでしたの、そうですよね、ファンの要望があったと、はい、でトンネルズの2人の出演が前提の、はい、トンネルズの皆さんのおかげでしたとは別の番組ですって、ちょっと矛盾してるような虫がいい、本当そういう風に言っちゃってんのもなんか、それはね、やっぱりねカチンとくるだろうな、それおかしいですよねそれはそうですよね、トンネルズの皆さんのおかげでしたの、はい、このファンの要望を答えました、いやでも別の番組だから出演者関係ないですよみたいな、うん、それはなんか違うでしょって多分ね、もうちょっと粘り強く交渉すれば出たと思いますけどね、うまく説明して、ね、そう、 うまく説明して、だから特番って言ったら普通はこれに豪華版でゲスト呼んでさらにそうですよね、っていうのが昔はそうだったはずなんですけども、はいはい、今逆に木梨と関根さんのギャラ分が、うん、減額されるとか、ね、はい、なんかそのまま考えたのかな、はい、まあ、しょぼくなってますよね、これ BS とかああいうネット配信するような番組ですよね、はい、あの伝わり細かすぎて伝わらない、はいはい、YouTube なんかよく見ますけれどもですね、はい、それ分で見る分には面白いんですけどもね、はい、これを特番でやられてもとは思いますけどね、富士もそうなんですかね、このコーナーどうもネットでもまだ人気あるから、うん、よしよし、じゃあこれ立長作ったのかみたいな、うんうん、だけれどもまあ安ででっていうこと で、ね、出てくる人は大物のモノマネの人は出てこないでしょうし ね、 そうですよね、そうです、大物のモノマネの人って多分これやってないですよね、うん、細かすぎるわけですからね、野球の携帯模写みたいなやるわけですからね、どういうのが瞑想、富士の瞑想が伺える、ね、そうですよね、本当いろんな、まあ、富士だけでもなくてもいろんなことがあるかもしれないですね、はい、ということで今週も4つの話題についてお話を伺いました。
いかがでしたでしょうか。さて来週も日刊現代とともに1週間をお過ごしいただければと思います。今週はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。